19世紀末ウィーン、そこには芸術の歴史を変えた天才画家たちがいた。彼は育った家も貧しかったので、野心と努力によって当代一の芸術家にまで上り詰めたのです。クリムトはあるサロンに出入りして、ウィーンの様々な知識人と出会います。どこか素朴ともいえる雰囲気が茶工会の中でもかえって魅力が際立ったのでしょう。上流階級の女性たちは時に絵を描く以上のことを求めました。エゴン・シーレは一流のポルノ画家の一人だと見なされていました。とても攻撃的な男性で、モデルを足で踏みつけるようなひどいことまでします。そして数秒数分のうちに完璧なデッサンを仕上げたのです。その頃のウィーンは非常に保守的でした。富という仮面をつけて変化を隠す。当時はスキャンダラスな作品でした。衝撃的なのは、彼女が男の首をその手に持って官能的な喜びを得ていることです。今もなお絶大な人気を誇るクリムト、100年の時を経てなお何がこれほどまでに人々の心を虜にするのか。人間の感情にここまで注目した芸術作品というのは他にありません。19世紀末のウィーンで華麗に花開いた黄金時代が今映画で蘇る。クリムト、エゴン・シーレとウィーン黄金時代。